どうもこんにちは、ナムです。今日もランクマ1000以内目指してやっていきたいと思います。で、今日この撮影をしているのが12月27日水曜日。ランクマのシーズンが終わるまであと約8日間ぐらいになってきて、そろそろパーティーを固定してやろうかなということで、今シーズンはねこの6体戦ってやっていきたいと思います。で、今日連れてきたのはね、このウップンバーシオ採用型のパオジアン、そしてチョッキマリルイで、もう弱砲型の海流です。今日はこの3体を使ってやっていきたいと思います。で、ここはまあ初手はさすがにツララで、まあツララで裏に負荷をかけていきましょう。結局ああ、お手本指だとしてもね、これ全然ツララで多分結構入るんでね、よきよきでしょう。でね、もうね今シーズンに絶対2000以内行きたいと、もう来シーズンから環境がガラリと多分変わるので、今月中というか、まあ、今シーズン中に1でも行きたい。本当にずっとランクも1000以内行って、もうすでに5ヶ月ぐらい経つんですけど、さすがに恥ずかしいので、ね、今度こそ有言実行していきたいと思います。なのでね、もう真面目にずっとやるので、もしかするともうふざけることも一切ないくなって、もしかすると見てる方からするとね、ちょっとつまらないかもしれませんが、お願いします。1週間だけ応援お願いいたします。絶対にランクマ1000以内行くので、もう本気です。はい、もう本気です。もうマジと書いて本気で読むって感じなんですけど、相手はもうハルクジラ、もうこちらもね、もう本気、もう本気、もう真面目に不真面目、解決通りって感じなんですけど、さあ相手のハルクジラマジ汚ねえな、マジ練り消しみたいに移動してんじゃん、こいつマジ何してくるか分かんないですけど、ここはまあ見た目がね、ヘビボン覚えそうな見た目してるんで、一回マリリバック行きましょう。ハルクジラもうね、負けすぎてですね、もう順位がめちゃくちゃ下がって、今現時点32000位。何が一番怖いかって、真面目にやって今現時点32000位っていうのはまさかの状態なんですけど、まあそんなこともねさておき、このハルクジラをね倒さなきゃいけないと。もう負けすぎてね、落ちてくれば何があれかって、頭おかしいキャラクターが出てくると、マジでねわけわかんないのが来て、さらに負けるってループに入ってくるんですけど、まあヘビボンぐらいだったらまあなんとかなったと。ヘビボンだと多分ね、パオジアン重いから多分耐えるんだよな、全然。まあ、だとしてもこっちは一回砂にバカ力打ってきましょう。さすがにオッケー、さすがにバカ力警戒でね、多分ね何かしら飛んでくるとは思わないんでね。さあ、オッケー、ドンク、オッケー、これね、待って、これ下がった時で、ジェットで落ちないかな、無理かな。多分さすがにジェットで落ちるよな、いや、ジェットで行こう。さあ、どうだ、ただ、落ちて、オッケー、よし、オッケー、いける。さあ、いけるぞ、このまま調子で、意外と調子いい。じゃならんな。多分相手、歯が寝たやつしてくるよな。多分鋼のチャンスしてくると思うんで、もう一回すでにバカ時間か入っていきましょう。さあ、いや多分ねだと思うんで、じゃないとねやばいと思うんで、あでしょ、いやさすがにね。さあ山岸は何の手厚さしてくるのか。さあ、あ、ゴーはっゴースト、いや待って、やばいってことはちょっと非常にまずい時代になってきて、マジ?いや、この左上のシマドンっていうのはね、俺の小中高一緒サッカーやってた男なんですけど、めちゃくちゃイケメンです。もうイケメンすぎてハゲそうなんですけど、さあ、いや待って、そんなこと言ってるのどうでもいいよ。待って、普通にやべえ。あー、普通にピンチ、どうしましょうか。待って、マジでやばくない。あれ、普通にやばくない。待って、どうしよう。ここはもうジェットしかないんだよな、正味。どうせ死ぬしだよ、マリルに。あー、ちょっと、あんまいい削り、ナイス削り。爆音波、お前爆音波覚えんの。待って、ここパオジアンから行って、多分ね、ワンチャンパオジアンね、勝ってないから無理かな。素早さ勝ってそうな気するんだよな、勝ってないかな。だってさ、あ、まあ、一応このパオジアンが最速じゃないかな、けど、最速じゃないのがちょっと心もとないけど、とはいえなんだよな。いや無理か、相手耐久に振ってそうなんだよな。結局耐久に振んなきゃソウルビート使えないでしょ。で、なればウッピンから入りたいのだが、しかしゴーストペースする、ゴーストペースしちゃう、これ。待って、いやそうだよね、ちょっとこいつビニ振ってるからワンチャン耐えるんだよ。で、爆音波警戒、あ、ビー意味ね、こいつ得した。いや、
今俺はもう爆音波、もう爆音波にしよう。お前マジ、お前が早いかもうマジ爆音波回避、もうこの2択、お前この2択で頼むよ。もう本当に頼む、これしかない、勝利。マジでやばい。いやー待って、これ読まれたらちょっといろいろとマジスイングというマッチなんだよな。さあどうだ、いやどうだどうだどうだ、進行 OK、 よしよしよし、ザマミのここまで読んでたんだよお前。さあどうだ、いけいけ、飛ばせ飛ばせ、やけどとはいっ、まあ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 、微妙微妙、真空波爆音波、絶対お前なんかあるでしょ、お前なんかあるよな、なんかお前専用技みたいなやつ持ってたもんな、ジャラランガ使ったことないか、ジャラランガわかんないんですけど、え待って、え待って、これあるよな、す待って、ここつぶて、やつぶて、やつぶてでいこう、つぶてでいこう、いやーどれかた、あーあと1回、あと1回、ジャラバースト、まあ、それはさすがに耐えないな、さすがにさすがにそこは耐えない、あーマジか、待って、え回入、いや1回ぐらい耐えるよな、さすがに海流が1回であれば勝ちけど、いや、いけるかな、いや、海流、いや、変えると思うけど、海流がここで、スキングノイズとかあれば、微妙。いや、今日、マルスキャン、いやいや、1段階でしょ、まだ1段階しか上がってないでしょ。ってなれば、2段階だった、待って、2段階だったら、ちょっとそれは非常にまずいのではないか。え、待って、え、耐えないかな、耐えないかな、無理かな。いや、てか、正味耐えなきゃ終わるんだけど、いや、頼むよ、耐えてね、耐えてね、海流。本当にお前にかかってるよ、何来るか分かんないけど、マジ耐えてね。お願い、海流。信じて可能性。オッケー、手を回した、耐える、絶対耐える、それならいける。さすがにいける、耐えろ、耐えろ、耐えろ、いける、いける、頼むよ。頼むよ、海流。よし、全然いる、ザマミのお前。やはり、皆さん、今シーズン絶対に2000以内いきます。はい。応援、コメント、高評価、お願いいたします。それでは、バイバイ。